3年生の医療生態工学総論など、1年生から3年生まで全ての学年で担当をさせていただいています。はい、私が中学生の頃、父親が腎臓が悪くなって透析という治療を始めたことで、私の、家族の中の日常生活の中で、医療というものが、自然にこう溶け込んでいる、生活を送っていく中で、自然と私の中で医療というものに関して興味を持って、もうそちらの方に進んでいくのかなというところが最初のきっかけでした。でその中で、医療に、の世界の中でどんな仕事をしていこうかと考えていた時に、ふと臨床工学技士という、資格を目にして、もう最初は何も分からなかったんですが、調べていくと自分の父親が治療している血液透析という業務に深く関わる資格だっていうことを知り、将来私が父親の役に立てるんであれば、この資格っていうのが役に立つかもしれないという気持ちと、少し自分が天の弱なところがあるのか、こうあまり知られていない資格っていうところにもちょっと興味を惹かれて、臨床工学技士っていうのを目指すきっかけになりました。はい、私が現場で、一番こう印象的に残っているのは、まず、今もそうなんですが、臨床工学技士という、職種を、あまり知られていないという環境であったので、接する患者さんたちが、看護師さんとかと、よく間違えるということが多かったので、まずは臨床工学技士というお仕事を知ってもらうっていうことを説明することがまず大変だったかなと思います。で、私自身が、血液透析業務というところを中心に行っていたので、その治療っていうのがすごく患者様と、接する機会が多くて、長い治療をしていくことになります。でその中で患者様との関係性っていうのが非常に家族のような関係性になっていくので、もう本当に日常生活の些細な会話だとか、そういうところがすごく楽しかった思い出があります。あと私が、教員になるために職場を退職するとき、患者様がすごく泣いて寂しがってくださったっていうことがあって、その時に、ああ自分はすごく頑張ってきてよかったなっていうふうに思うことができたので、頑張って本当によかったなって思います。はい、私は1、2、3年生とも全ての学年で担当科目を持っています。1、2年生ではやはり暗記や医療的な専門的な用語が多く出る科目が多いので、非常に難しく感じることも多くなってしまう講義になります。ですので、なるべくそれに関連する私自身が経験してきたエピソードなんかをこう織り交ぜたりとか、それに関係するんですが、医学とかそういうことではなく、本当に日頃の何かに役に立つような雑学なんかをこう織り交ぜることで、授業の中にこう緩急をつけるというんですかね、そういう形でこう90分という長い講義時間を少しでもこう集中しながら楽しみながら、できるような形で 1,2 年生にはイメージして取り組んでもらうようにしています。また3年生は本当に国家試験に特化したような科目を担当しているので、もうとにかく要点をピックアップして、それをいかにこう取り込んでもらえるかっていうことを、必要な時は理論的に具体的に説明しながら、講義をするように心がけて、少しでも成績の方の向上につなげられるように工夫しています。学生さんと、接するときは、とにかく一人一人のことに興味を持って、こう積極的に一人一対一でお話をする時間っていうのを、取れるだけ取るようにしています。その中で一人一人のこう
個性であったりとかを見つけながら、関われたらなと思っています。ただやはり学生さんはこうクラスメートと楽しく過ごすのが一番楽しいと思うので、教員は大人はこう適度な距離感を持って、はい、見守る形で基本的には接しているかなと思います。在校生とのエピソードとしては、季節ごとのイベントなんかで、クラスメート同士でプレゼント交換をしていたりとかっていう場面をよく見るんですけど、時々学生さんが先生に持って行って、プレゼントを私にもくれたりするとちょっと嬉しかったりします。あと少し違うかもしれませんが、学校を巣立っていく、場面の時なんかには、本当に稀なんですけれども個人的に私にお手紙をくれる学生さんがいたりします。また保護者様からもお手紙を個人的にいただいたりもしたことがあって、その中には本当に個人的にこう接した思い出であったりとか、こんな思いをしてましただとか、そういう素直な気持ちであったりとか、最後はどの学生さんも前向きにこれから頑張っていきますっていう内容のことが書かれていて、私としてはすごくそれが嬉しくて、そのお手紙っていうのは今も全部一つのファイリングにして私の机の中に、はい、大事にしまってあります。はい、子どもが小さな頃は本当に子どもの習い事、野球やダンスっていうところのサポートで、お仕事以外の時はもうそれにかかりきりになっていたので、もうそれだけの生活だったんですが、今は子どもたちも大きくなったので、娘の影響もあって一緒にジャニーズのアイドルを一緒に応援したりして、日頃は楽しんで、はい、音楽聴いたり、ミュージックビデオを見たりして楽しんでます。はい、医療の世界で働くということや国家試験を取るということはやはり簡単なものではないと思います。しかし、同じ夢や目標を持った仲間たちとこの学校で同じように勉強して同じように頑張っていくことで、簡単ではない夢も、叶えることができるのではないかなと思っています。私自身もこの学校で同じように仲間たちと頑張ったことで国家資格を取り医療の世界で働くという夢を叶えることができました。そのような経験を皆さんにもこの学校でしてもらえたらなと思っています。